なんでしょう。柴田の患者でも撃たれたんだろう。さあ戦の始まらぬうちに品物をさばいちまわなきゃな。長浜だけでさばけますか。うん、羽柴様の軍勢が入ってから城外一帯は素晴らしい繁盛だそうだ。うん、私も行ってはいけないの。いやダメだ、女はいけない。向こうの足軽どもが何をするか分からないでな。それにお前には源一がいるんだ。うちで留守してくれ。立派な侍になっといで。出された望みもいい加減にするがいいんだ。七がやろめ。大きな望みを持たずに出世ができるか。望みは大会のごとしか。夢でも見てんのか。槍や刀の持ち方も知らないで侍になるもないもんだ。運を守って働かないと税にはきっと不幸せが来るよ。それは俺が出世してから言ってくれ。弓矢八幡大菩薩も将来あれだ。俺はもうつくづく貧乏が嫌になったんだ。兄貴一緒に連れてってくれ、頼む。まだ言ってるのか。つまらない望みは捨てろ。俺は町まで車引っ張っていく。いい加減にしないわバカ野郎。兄さん夢を見てるんだよ。長浜へ行けば出世の鶴が転がってると思ってるんだ。困ってるぜ。じゃあ宮城。そうな欲を起こして当兵ばかりじゃない源十郎だって同じことだ。商いもいいが土作さまぎれに儲けたような金は決して身につくもんじゃない。金が入ればまたその上に欲が出る。それよりもまあ戦に備えて支度をしておくことだな。源十郎が帰ったらお前からよく意見をしてやんなさい。はい。なあ。ごめんくださいませ。あ、父ちゃんだ。おかえりなさい。いいか、見ろ。これは何を言ってるんだ。まああの品物がこんなに。おい持ってみろ。え、見たことあるまい。早く見せたくて飛んで帰ってきたんだよ。これが飽きないというもんだ。お前にも分かってたろ。東部さんは一緒じゃなかったんだ。あいつな、長浜の位置の人混みで立派なお侍を見ると俺の止めるのを聞かずにその後くっついてしまった。家来にしてやるぞ。行け行け、それだけあれば侍になれますか。ああ、なれます。なんだ、まだいるのか。そっとやりおごってこい。美しいね。嬉しいだろう。ああ、綺麗だ。お盆とお正月が一緒に来たようなああ、来る年も来る年もせめて着替えの一枚も買いたいと思いながらどうにもならなかったが、やっと望みを果たした。どうだその嬉しそうな顔は。
この小袖が嬉しいのではありません。買ってくださるあなたの心が。あなたさえいてくだされば、私はもう何にも欲しくありません。おい、まあ、見ろ。干し芋、油、干し粉、甘酢、餅、万事金だ。金がないから辛くもなるんだ。望みもなくなっちまうんだ。よし、お父ちゃんはもっと働くぞ。とっくりとさ、もっと儲けるぞ。さて、焼けるだけ焼き物を作るんだ。わずかばかりの出来合い物で、あの通り銀三枚に売れたんだ。もうおよしなさい。お金はこれでたくさん。名主さんの話では、明日にでも柴田様の軍勢が来るかもしれんと言います。こんな時を見かけていかずとも。何を言ってるんだ。戦だからなおいいんだ。そこを儲けてきたじゃないか。前にうまくいったから、この次もまたうまくいくとは限りません。あなたの身にもしものことでも。取り越し来るわ。やめろ。おおはも兄さん。心配するな。あんなボロを着た百姓を家来に雇うような侍はないで。もう帰ってくるよ。心配しなくても。さ、上がって一杯お飲み。さ、このアホ、目が覚めたか。小力のような姿になって、村井自慢の大馬鹿者。回すんだ、しっかり。はい。子供解ける子供仕事にならない。早く仕上げしまわなきゃ間に合わないんだよ。さあ、お仕事の邪魔になるからそこに座ってなさい。お母ちゃん、おっぱい、おっぱい。しょうがないな。後であげるからね。さあ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 、もう一踏ん張りだ。人柄が変わったように気ばかり焦って、私は夫婦とも稼ぎで気楽に働いて三人楽しく日を過ごすことができればと、そればかりを願っているのです。また長浜行こう。今度はうんと金儲けるから。分け前はくれるだろうな。当たり前だ。三つ一つはお前にやるよ。金が見たい。金を手に握ってみたい。うちの人も兄さんも今度ほど一生懸命に働いたことはない。この釜の中へ男の力も魂も何もかも投げ込んでしまってさ、もしもこれでしくじったら二人ともどうなるかわからない。親子三人楽しく暮らせればそれでいいのに。危ない橋を渡って男の人には勝てない。うちのような地道な人があんなになって
戦は人まで変えてしまうのね。でもお金を儲けようというのならいいじゃないか。なんだろう、あなた起きてください、うん、起きて、うん、あ、噂にたまわず柴田の軍勢が来たんだな、うん、なんだろう。しょうがねえさ。うちの人知らないか。さあ、出ねえな。
少なくなったようだ。源次郎どこへ行く。今降りたら危ないぞ。侍はすぐ引き上げていく。もう少し辛抱しろ。待ってろ待ってろ。待った方がいいぞ。そんなのんきなことを言っていられない。言っときはあるぞ。行かないでください。火が消えたらそれっきりだって。釜はもう諦めてください。捕まったらどうします。火は消せねえ。釜はまた焼けます。またいつでも焼き直しますから。行かない。見捨てられるものか。捨てないぞ。行かないで。頼むか頼むか。お浜消えちまった。出るのか。いや長浜は無理だから船で湖水を渡ろうや。そうだ、うん、お浜は船頭の娘だ。おい船を漕ぐのはお前の役目だ。いいか。土地は大丈夫でしょうか。裏道伝いに尾上の浜へ出よう。だが船が手に入るから。尾上の浜へ出れば捨て船の椅子は椅子はある。さあすぐ釜出しするんだ。いいか。
が深いから気をつけろよ、うん、源一、これが湖だよ。綺麗だろう。ええ、もう心配はないぞ。ああ、よかったよかった。船でよかった。丘で行けば今頃はもう命がなかったね。明日の朝までには大溝へ着く。あそこは名だたる優勝丹羽五郎左衛門様のご城下だ。長浜よりももっと繁盛だぞ。お前も俺も今度は大金持ちだ。宮城のお浜も金持ちの女房だ。これは中野郷へ蔵を建てる。これは具足を買う。船幽霊。違う、幽霊じゃない。俺は海津の船頭だ。荷を積んで安土へ行く途中で海賊にやられた。見送れ。戻りましょう。これはきっと言ってはいけないという印です。さあ、女は岸へ戻そう。俺たちは運を天に任せ。行かないでください。私は行くよ。この人は目が離せる。女はさられるぞ。その時はその時だ。どうでも行くなら私も行きます。どこまでも連れてってください。お前には現実がいる。連れてってください。おい、お浜、戻るだ。かかる前で待ってろよ。あなたも気をつけて、賊が出ても手向かわないでくださいよ。ああ、分かってる。表街道行っちゃダメだぞ。裏道を通ってさっき言った通り美濃街道の裏山に入るんだ。当分はうちの方へは近寄るな。いいか、辛い苦しいと言ってもしばらくだ。我慢しろな。東部さんもお浜さんも頼みますよ。いいよ。帰ってくるから安心して待っておいでよ。おい、源一を頼むぞ。たんまり銀を持って帰ってびっくりさせてやるでな。お父ちゃん、気をつけてくださいよ。ご無事でねー。
をつけてくださいよ。お父ちゃん、とサラとそれから壺でございますの。この山陰の靴木屋敷で届けてくれますよ。お金はその時にお払いします。ありがとうございます。きれいじゃん。
見るがいい。私のこの姿を女房がこんな目に遭わされてそんな満足だろう。それで出世ができればお喜びなんだろう。同盟の大馬鹿野郎、同盟の馬鹿者。俺のものが戻るまでちょっと荷をお願い申します。ようございますと。すぐ戻ると思います。そうです。どうぞお願い申します。これはいくらだ。買うつもりか。まあ、寝と相談だが。お前らのかかに着せるもんじゃないぞ。体が腫れるぞ。金は持ってるぞ。案内がのうては分かりますまいと思いましてね。これはどうも恐れ入ります。ついておいでなさい。はい。でも私はもうこれで。若狭様もお待ちです。さあお入りなさい。あの若狭様とおっしゃるのはあのお姫様のことでございますか。朽木左衛門様のご入りです。早くお通りください。遠慮はいりません。
ご苦労です。お入りなさい。あなたは北近江の源十郎様でございましょう。どうして私の名をご存知でございます。一の雑踏の中でむしろに並ぶ焼き物を見て、私は自分の目を疑いました。青ぐすりのキラキラと光っているのが水晶を散りばめたように見えるではありませんか。私も父に教えられて少しは物を見る目を持っています。どうしてあんな美しいものができるのか、お目にかかってお話が聞きたかったのです。人に伝えてはならぬ秘伝でもあるのですか。いいえ、秘伝というほどのこともありませんが、薬の掛け塩梅や土の扱い、長年の手慣れでございまして。手慣れの末の美しさ、優れた腕のお方から初めてあんな美しいものができるのでしょうね。恐れ入ります。私の作ったものではありませんか。あなたの焼いた器でお酒がいただいてみたくなりました。こんなお方のお目に留まって幸せなやつだ。百姓片手間の仕事ではございますが、自分のこしらえましたものが子供のような心持ちがいたしまして、大事にかけてくださるお方があると嬉しくてなりません。しかもこんなお立派なお座敷であなた様のような美しいお方のお手に触れるかと思うと夢のような幸せでございます。いいえ、私のような落ちぶれ者の手にかかっては心を込めたお酌が泣きましょう。さ、お一つ。自分の作ったものがこれほど美しく見えたのは初めてです。人も物もところによってこうも値打ちが変わるものか。茶碗も皿も
立派なお座敷に出世をして孫をついています。あなたの腕は貧しい片田舎にうずもれて終わるものではありません。あなたは持っている才をもっと豊かにしようとお思いにならなければ。それにはどうすればよろしいのでございましょう。若狭様とお語らいなさればよい。またと言わずこの折にお契りなされたらよい。織田信長のために、憎むべき信長のために滅ぼされました。後に残りましたのはこの姫様と乳母の私だけです。
千殿様のお心は今もまだこの屋敷にとどまられ、姫様が回れますとこのようにお歌いなされるのです。立派な良いお声でございましょう。姫様のご祝言をお喜びになっておられるのです。私はあの声を聞くたびに、まだお目覚めには早うございます。ゆっくりお休みなさいまし。私はどうしたんでしょう。あのおっしゃりよ、何もかも忘れておしまいなされたよ。もうお目覚めでございますか。妻様のお手を取って弱みをさせておあげなさいませ。もう右近は手を貸しませぬよ。私のものになりました。これから私のために命を尽くしてくださらなければいけません。おののけ、魔性のものでも構わん。
わしはもう綾瀬様を離しますけれど。こんな楽しみこの世にあろうとは知らん。醍醐味だ、天国だ。今のうち裏街道から逃げれば大丈夫だ。そこ左へ取って。ありがとうございます。気をつけて行きなさいよ。
殺せよ。そうな大将首を拾ったの？拾ったのではありません。私が突き殺しました。佐久間康政が陣中にその人あると聞こえたる。不破勝家は生なき増用の手にかかると思うか。いや、しかし拾い物にもせよ貴様の手柄に違いない。褒美を使わそう何なりとも望め。はっ、また鎧と家来をいただきとう存じます。魔に鎧と家来か。よし、使わそう。味なくてもいいやつだ。立派な武者ぶりだ。どこのご家中の侍大将です？不破勝家という豪傑を討ち取った方だ。ほう、お名前は？皆様の家中、出世頭の中野子の東明様だ。あやかりたい奴はよく思わんとおき。で国へ帰るのだ。この姿を見せてやる者が待っているのだ。そんな暇はない。お頭、出世祝いを兼ねてのご器量の見せ所です。寺一同楽しみにしておったのです。そうか、よし。丹羽五郎左衛門の幕下、中野郷東明休属いたす。席を申し付ける。席をここに決めて使わす。ありがたくお受けいたせ。ありがとうございます。なされましたか。私ども明日の参考のためにぜひお聞かせください。お願いします。方角のためにぜひ。何、大したことではない。まず頭だ。はっ、知恵だ。それから腕、力だ。武術だ。武芸だぞ。それから気を見るに敏なること、早草のごとしだ。人生高きところより下界を見る。作用すればカラクリの大軍略家諸葛孔明のごとくに万事が見通せる。これだ、明敏なる頭脳の働き。
分かったか。恐れ入りました。なるほど。それから日本の軍学としては楠木流、甲州流、鉄砲は金丸流、双日は大坪流、次に築城、すなわち城を構えることだな。それから備えの術だ。核翼、魚輪、車がかりと、まあ、こういろいろあるが、それから孫子を知ってるか。え、知らぬ孫子を。孫子は最後戦術の大家だ。その孫子マジで、もうやめろ、やめろ、もう離せ、もうバカ。貴様のような暴れにやる金はないわ。さあ、話せ。あんた、そうなん、単独しやがって。なんだい。これさえもらえ用はないよ。おま、おお。ずいぶん偉くなったようだね。夢に見ていた手柄を立てて、立派な侍になることができたんだね。お前が出世をしてる間に、私こんなに出世をしたよ。こんな綺麗な衣装を着て、紅を白を濃く塗って、好きな酒をたらふく飲んで、毎晩違う男と寝ているよ。立派に女の出世じゃないか。さぞ満足だろ、本望だろ。人が偉くなるためには嫌な辛抱しなければならないさ。女房がこんなに落ちぶれても、お前が出世をすればそれでみんな帳消しさ。さあ、今夜お前もお客になって、巧妙立ててもらった褒美で、落ちぶれ女をこの私をお買いよ。お浜、利子も出世もお前がいればこそだ。嘘だ。侍になれれば私などどうなってもいいと思っていたんだ。違う。おわ、一心すれば褒めてくれると思ったんだ。俺、お前がこんなになってるか知らなかった。私が諦めてしまったの。みんなお前の罪だ。元の私に洗い上げることができるかい。できると。それができなければ私は死んでしまうだけだ。できると。きっと元のお前にする。幾度死のうと思ったかわからないのに、もう一度会わなければ死にきれなかったんだよ。その心が憎らしい、憎いらしい。死にきれなかったんだ。これと、少し足りないが、曲げてくれないか。それでは、これはこっちに引いときましょうか。それも欲しいんだが、くつき屋敷まで来てくれ。足りない金は払うからな。くつき屋敷？そうだ、あの山陰のくつき屋敷だ。これをあげます。帰ってください。お金もみんなあげます。帰ってください。待ちなさい。何かご用ですか。恐ろしいことだ。マガホトだ。え、何がですか。よくお前の顔を見せてほしい。私の。そうだ。立ち話もできる。さあ、こっちへ来なさい。はい。お前の顔には
思想が出て何か怪しいものに会いはしなかったか。いいえ、別に。お前はうちはないのか、妻子はないのか。お前を頼りにするものがあるなら早く帰れ。この上さまようていては命がない。早く帰りなさい。なぜでございますか。わけはない。命がなくなるのだ。私は今靴木屋敷で若狭様と楽しい日を過ごしているんでございます。それが至上じゃ。バカバカしい。お前は望んではならぬ恋を望んだのじゃ。妻子が愛しくはないのか。妻子も命も捨てるのか。待ちなさい。それほど行きたくば行くがよい。だがみすみす取り殺されるものを見捨ててはおけぬ。資料を払ってあげる。来なさい。その目で、その耳で、鹿と資料の恐ろしさが分かれば夢も覚める。よかった。あんまりお帰りが遅いので、ずいぶん案じておりました。何やらお元気のないお姿。どうなされました？どうなされました？外へ出てはなりませぬよ。ご一族が滅ぼされてしまいなさると、私どもを侮り下げすぎ、あらぬ雑言を吐くのです。浅ましい世の中。源十郎様、あなたをもうどこへもやりたくないね。この屋敷を捨てて私の国へ参りましょう。源十郎様は私の生涯の夫、言ってくれますね。許してください。私は嘘をついていたのです。私には妻や子供がいます。国に、戦の中に残してきたんです。そのようなことはもう忘れておしまいなさい。帰らせてください。いいえ返しません。私と一緒に国へ帰りましょう。すぐに。どうなされた姫。何やら肌につけている。肌。源十郎様、あなたは肌に。その肌につけたものを取り出せ。
なぜちぎりを交わされ、わからない、なぜこんな過ちを起こしたのか。男は一旦の過ちで済もうが、女はすまぬ。お許しください、私の国元へ返してください。いや返さぬ。仏の祈り、呪い、それを拭いなさい。拭わなければ許しはできぬ。源十郎様、あなたはどうしてこのような恐ろしいことをしてくださいました。若様、いつまでもおそばに置いていただきとうございます。いつまでも。若田様はこの世に生を老いの情けも知らずに墓のをなられました。そのご不憫なお姿を見るにつけ、せめてただ一度女らしいお幸せをお知らせ申したい。姫様をお連れ申し、こうしてさまよい出てまいったのです。その願いが可能、あなたのような良いお方に巡り合い、一生にただ一度のお方らに、やっと思いを遂げられた喜びのさなかに、今お帰りなされてはもう二度と会うこともできません。姫様のお幸せをそんな儚いものにされて、お心にとがめはしませぬか、口惜しくは思われませぬか。源十郎様、そんな恐ろしいお心はお捨てください。そして末永お姫様と末永お許しください、お許しください。お前から行方の知れないご神宝だぞ。違う、靴木家の若狭様のところにあったものだ。盗んだのではない。何、靴木家。そうだ。夢でも見ているのか。ここが一門死に絶えたその靴木の屋敷跡だ。こいつ口から出まかせを言いよ。このご神宝が屋敷のどこにあったというのだ。怪しい奴だ、体を改めろ。お、いや、それは違う、わしの金だ。返してくれ。黙れ。似たような時だ、ゾウにぶち込んでくれるんだが。今はその牢屋も柴田勢に焼かれてないんだ。情けだと思え、幸せな奴めが。Thank you.
宮城、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 遅くなった。あなた、すまなんだ。お帰りなさいまし。佐藤、佐藤、心配しただろうな。ようございました。無事でよかった。本当に無事でよかった。よかった。源一は、はい、寝ています。抱かせてくれ。抱かせてくれ。源一。源一、帰ってきたぞ。お父ちゃん、帰ってきたぞ。お父ちゃん、帰ってきたぞ。抱いてやろうな。抱いてやろう。抱いてやろうな。もっと立派な土産物を二人に持ってきてやろうと思った。そんなもんで、僕やな、俺は大変な過ちを。何申しちゃいませんで。あなたは無事に戻ってきてくださったんですから。目が覚めた。お前の言う通り、俺の心は歪んでしまっていたんです。もうそんなお話はおやめになって。さぞお疲れでございましょう。さ、お酒もできております。鍋も食べ頃に煮えておりますから。
おい、誰かいるんだろう。おい、ちょっと開けてくれ。ちょっと開けてくれ。誰がいるんだ。開けてくれ。長井様、源次郎、帰ってたのか。どうも留守の間いろいろお世話になりまして。ほう、ああ、いたいた坊主。どこ行ったかと思って心配してたら、はあ、よかったよかった。ああ、よかった。お前が帰ってきたのがすぐ分かったんだな。おい、宮城、宮城。源次郎、お前夢でも見てるのと違うか。夢。宮城は落ち武者に殺されたよ。え、殺された。なあ、無事でいてくれりゃどんなに喜んだか知らないと思うんだが、かわいそうに。ナマアミダブツ、ナマアミダブツ、ナマアミダブツ。宮城が死んでからこの子はわしが引き取っているのだが、急に見えなくなったので夕べから大騒ぎだ。親子というものは争いものじゃな。お前が帰ってきたのをこの子がどこで知ったのかな。でもお前さんはバカだから、自分で不幸せな目に遭わなきゃ気がつかなかったんだね。戦が俺たちの望みを歪めてしまったんだ。私の苦労を無駄にしちゃ嫌だよ。しっかり元気を出しておくれね。なぜ死んだ、宮城。なぜ死んだ。死んではおりません。私はあなたのそばにおります。あなたの迷いももう消えました。本来の場所で本来の姿に戻るのです。さあ早くお仕事を。まあ、きれいな形だこと。こうしてろくろのお手伝いをしているのが楽しくてなりません。早く焼き上がったところが見たい。薪は割ってあります。もう乱暴な兵隊もいません。安心して立派な焼き物を作ってください。いろいろなことがありましたね。今あなたがやっと私の思うお方になってくださったとそう思ったとき、私はもうこの世の人ではなくなったのです。これが世の中というものでしょうね。
行し。さあ坊や、うまいよ。あったかいうちにお食べ。兄さん、冷めないうちに。